ちは、カプリショーです。今回はですね、こんな感じの雲を作っていきたいと思います。結構リアルな作品です。ハサミを使います。それでは早速作っていきます。まずはですね、三角に折っていきます。ひっくり返して縦横を半分に折っていきます。そうしたら、ついている線で畳んでください。端を中心に合わせて折っていきます。返してこちらも同じように折っていきます。開いてここまでハサミで切ってください。そうしたら付いている線でこの部分を内側にこうして折っていきます。そしてついている線で元の形に戻してください。そしたら端を中心に合わせて折っていきます。ひっくり返してこちらも同じように折っていきます。そうしたらですね、一箇所を残してついている線で内側に折ってください。向きを変えて中心に合わせて
にして中心に合わせて線を入れていってみてください。こっちは3箇所です。そしたらですね、この部分を開いて潰します。こんな感じに折ったら、ここをですね、中心からカットします。ここまで細いですが、こうしてできます。こんな感じで後ろを倒しながら折ると少しやりやすいかもしれません。
こうなったら、この面を出してください。そしてこの部分を反対側に折ります。その時ですが、こちらが3本、こちらも3本にしてください。そうしてですね、こんな感じで折ったら、反対側に倒して折ります。こちらも一度こちら側に倒して、そうして反対側に持ってきて、こう折ります。次も同じです。見えるでしょうか。こんな感じです。そしたらですね、この部分をぎゅーっと反対側に持ってきます。そしてThank you.
です。白い部分が多くなってしまいましたが、これで雲の完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルが良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。